リチャード・グレアム・トンプソンは、オーストラリア連邦ニューサウス・ワイルズ州、ホーンズビー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2002年にアナハイム・エンゼルスと契約して、プロ入り。2004年シーズン途中には、アテネオリンピックの野球オーストラリア代表に、選出された。2006年開幕前の3月に開催された第1回、WBC のオーストラリア代表に選出された。 2007年9月1日にメジャー初昇格、同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビューを果たした。オフの11月には日豪新前野球日本代表最終強化試合のオーストラリア代表に選出された。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のオーストラリア代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。 2010年9月10日のシアトルマリナーズ戦でメジャー初勝利を記録している。2012年4月14日にディーフとなった。2012年4月20日にオークランドアスレチックスへウェイバーで移籍した。4月27日にディーフとなり参加トリプル A のサクラメントリバーキャッツへ降格した。2012年12月11日に トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2013年は参加トリ AAA のバッファローバイソンズでプレーした。ありがとうございます。